ハイポイドギアハイポイドギア応用例自動車のプロペラシャフトのピニオンギアがデフギアモジュールのリングギアを駆動する部分ハイポイドギアは傘歯車の一種で自動車や鉄道車両の駆動系など大きなトルクのかかる用途に使われる入出力の二軸がねじれの位置にあることが特徴の歯車である。グリーンソン社の商標で日本では同社製品を扱っている株式会社日姿が ハイポイドオーズワンを含む形で商標登録している。歯の接触の都合上、もっぱら曲がり若さ歯車とするのだが、グリーソンのハイポイドギアはそれだけではなく、後日のウォームギアに類似した性質も持っており、同社の特許及び特許外の秘密が推測されては、いるが、他社による実用的成功例のない独占技術となっている。ハイポイドという名称は、ハイパーボロイドに由来する。 ハイパーアボロイドは双曲線を対象軸を中心に回転させた回転体であり、傘歯車の二軸をねじれの位置にずらすと、そのような形状の傘により互いに接触するようにできる。一般に入出力の二軸がねじれの位置にあるウォームギアに類似している点もあり、その場合ウォームギアとウォームピニオンに相当するのがハイポイドギアとハイポイドピニオンである。 波数比が大きいウォームギアに近いものとした場合には、ウォームギアと同様に動力は、ハイポイドオピニオンから、ハイポイドギアに伝達され大きい減速比となる、特徴を持つ。自動車のプロペラシャフトにつながるリアギファレンシャル機構に、採用した場合、軸が、ねじれの位置であることから、プロペラシャフトの位置が低くなり、キャビンの床を下げられるなどのメリットがある。ハイポイドギアは、複数の刃が、 同時に噛み合うため、肺の負荷が分散する。このため通常のベベルギアに比べ耐久性が高く、ハータリオンが小さく静かに動作する。しかし、機械効率は低い。これは、ギアとピニオンの接触部分が滑るようにして、動力を伝達するため、ベベルギアより、周動抵抗が大きくエネルギー損失が大きいことによる。臭動動作による士官の極端な圧力下では、 効果的な潤滑を要するため、ハイポイドギアには専用のギアオイルが必要である。このような歯車の商業的大量生産が可能な工作機械を製造、提供しているのが事実ウェグリーソン者のみであるため、世界的に独占市場を形成している。ありがとうございます。